はいはい、なんだ、来たい来たい来たい、特急、急行カードが特急カードに、エンジェルカードって B だとして、エンジェルカード最強のカード。これ、この人大丈夫？行き過ぎじゃね？大丈夫。あ、回るんだ。あ、残念。残念ですね。あ、デビルカード。デビルカード。これ、かわいそうなやつじゃない？これって自分が被害あるんでしたっけ？そうでしょ。自分がデビルに取り憑かれてしまう。これ、金取られるやつじゃないですか？うおー！よっしゃー！イエーイ！いや、来てんぞ、来てんぞ。ほらー。すべて。まずいぞ、これ。皆さん、ごめん。そんなつもりじゃ。いや。寄ってたがってはめやがってそんなつもりじゃ申し訳ねえ許せねえぞ本当申し訳ない気持ちあるならキングボンビー持ってってくださいよ無理無理俺3だもん6の1おおいということは救った救われたんじゃないのこれ救われた誰に救う俺さあ今回貧乏神が取り付いてしまうのは誰かな坂本社長さんです坂本社長でしたこれを繋いでいくってこといやちょっとなんとか立て直したいおぉ、怖っ。さあ、どうだ。カード全部捨てちゃったらいいんじゃない。これ何お、これは坂本社長のボンビーアタックです。あっ、うわ、つらい。壊されるやつ、これ。おうわ、エッグイの大エンジェル、スーパーエンジェル。そうそう、大天使みたいなやつね。ああ。地方はいはいはい。だけど、意味なし。いやいやいや。ですああボンビー君もついてくるいやかわいそうになってきますね坂本社長がこの状態でカード捨てるボンビーやってくることってあるのかなもうああそうなんでしょうねあるかも、ね、あるかもしれないねで救われるみたいなていうかさっきカード全部捨てられたけどさこれだったらもうリセットだよもうねゴールのゴールしないで坂本社長いやいやまあ、なするっていうまあダメだったら離れりゃ上のカード駅行けばいいだけなんそうそうはい3 3おおおいおいおいあ、ということはこれ中岡さん破れカードやもういっそあってプリで66はいどこに行こうかしらどこに行こうかえあおおおおおおえ坂本さんおお、お疲れ様ですうわうん、言えてる言えてる言ってます言ってますえ、入れれますよ今2年目の真ん中ぐらい真ん中ぐらいですね真ん中じゃない、もう終わるよ、もうすぐに冬3年目、これから、これから3年目残ってます1年、1年丸々残ってるやりますかあ、結構ね、いい状況だから逆転ある、逆転っていうか、今いや、ちょっとこれとね、坂本さんのキャラちょっと強すぎて今ね、だいぶやられてんすよ、僕だいぶやられてんすよちょっとまずそれやらせてほしいまず僕何坂本社長で入ってるのだけは知ってるんだけど変え、変え、変え、変えましょうか今これ誰のこれ、なんだ今おー、どうもすいませんえ、変えてくださいよ対戦相手の設定対戦相手の設定そう佐久間社長、一番強いやつそうそうそうだからもうだからねトップなんですよもう強くてかなわない僕自体が強いからそれをコンピューターいやもうね、カードもね、常にパンパンで全然切らさないしカローラの設定も変えなきゃダメかなああ、ありますね、お茶漬け屋でなんかね、抹茶のお店で抹茶メインなんだけどそのサイドメニューというかご飯物にちょっと待ってマイナス23億いやいやだからカードめっちゃ持ってんだってだなそうそう砂川ってお前北海道のあそこ滝川のちょっと下ぐらいマジでだから最初言った通りダントツの1位だってそうそうなんだ下から数えたらだしかもカードもパンパンでこれ行かないとカード枠が出ないそうですマイナス23億物件もないわなうん振るしかないよなボンビーがちょっとあと何1年1年かあと1年あと1年まあなんかないの決算この後見れるのかそれ見てから考えるわあとかというか微妙に意味あるっけみたいな場所ばっかなんだけどそうですね決算見せてもらおうかどうでしょうねどうかなまあゼロだよな持ってないもんね物件がないんだよまあまあまあ分かった最初にここ重要よ。おい。もう上がった上がった。今回は大久保社長が。すごいな、これ。いや、でもほとんどが、
ただの借金ですから。なんでこれですか。これなんです。天配信も。いやいやいや、1年でまあまくれるか。まあ一応まくれるか。出すしかないな、自力で。よし、行った。あ、行った。よし、行った。行った。まずは行ったな。よし、行け。おめでとうございます。おめでとうございます。大久保さん、はい、キングエカード、行っちゃいます？そろそろ。あ、でもこれって5ヶ月だから、多分今中岡に着くから、ね、沖縄にいる。そろそろじゃないです。沖縄からずれてる。あ、ずれてる、うん、誰に来た。まあ僕のもゼロになった。よし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 、カードはよし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 。この呪いやば。上のカード持ってってほしいよな。あ、大久保社長は呪いやば。え、誰だった。じゃあ大久保社長です。おお、あっち行けか。コーチ、あっち、あの入るしかねえ。コーチ、これたこれで勝ちでしょ。もうどうだね、あの人。あと40億削り切ってください。けというのか、いっところでなんだけど、俺のミカエルがなんとかしてくれる。マジかこれ。ミカエルそろそろ終わるんじゃない。辛いよね。よいっけっつうか、いってしかないよ、他の道から。お、マジで。なんだこれ。売るもんないしだ。いや、よかった、先に使っててよかったよ。そうね、危なかったね。言って間違える。近いけど無理だ。もうなんか飛んでてあんま意味ないんじゃないかなっていう。なんか飛ぶのが正解みたいな。劇的な、あんまり展開変わらないよね、そこまでみたいな。いや、マイナス1しかない。3方向全部開くしかね。最強の NPC に。僕は熱くなるところはなかったら、ハメだよね、ただのが。なんですけどね。ぶっちぎりの1位発言だろ。どうしようもないもんな。別になんか特に何かしたというわけではないかな。最高の振ったらあれやんのよ。ただ佐久間が自滅していった。そうね。特に何もすることない。最初に誰飛ぶかな。誰だろうね。誰飛ぶんだろう。分かんないよ。いや、これね、最後まで分かんないのが桃鉄だから。そうだね。Kさんか。いや、油断できない。油断できない。見せて。Kさん。あ、なんかいなくなった。ヒーとか。100%。あー、出た出た出た。えー、西洋雲さんあんの。いや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 。全然違うじゃん。で、物件はいっぱい。横ばいの人。物件はね。物件大しても持ってないよ。いや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 。あら、ま、これ。上昇幅が浅いよ。ジェットコースターじゃん。それは借金が一回なくなったからでしょ。まあ近しい。ゼロの上に行かないと。ゼロになってまた下がってるのにならないですから。マイナス6精霊されただけは。今朝ボケ幅がね、途中まで勝ってなかったんだよ、ポークさんはね。そうですね、ポークマル儲けのタイミングも良かったかな。そうね、ドンピシャだった。金残しちゃダメなゲームなんだな。